実はここにいるメンバー全員それぞれにファンクラブがあるんだけど、知ってた？ファンクラブ？そんなのあった？え、私まであるの？ふっふっふー。知りたくないですか？皆さん。私は特に知りたくも。会長のファンクラブ、その名は黒金乙女騎士団、アイアンメイデンナイトクラブとも呼ばれます。まともな匂いがしないわね。聞かせなさい。日々会長のモノマネをしているらしいです。清廉さや気高さ、何より他者を威圧するプレッシャーを身につけようとしているファンクラブ。ちなみに会員は女性限定らしいですよ。別名ド S クラブとも呼ばれてる、一部の男子学生にものすごく需要のあるクラブなんです。やっぱりまともじゃないわね。金輪際関わらないようにしておきましょう。あと存続させないように対応を考えるから、温泉を出たら二人で話をしましょうか、イブ。はい、もちろんです。やったー。もう必死、会長に近づくために。そうだね、なりふり構ってない感じがする。はい、そこの二人、人事じゃないよ。ククルのファンクラブはクルクルチッパイ同好会、通りのファンクラブは美少女転校生最高委員会。くるくるちっぱい同好会？何？ちっぱいだから何？舐めてる奴らの集まり？美少女だなんてそんな、恥ずかしいな。くるくるちっぱい同好会は、ククルを遠くから激写しまくるクラブね。美少女転校生最高委員会は、通りのフィギュアを作る進行クラブ。そうして出来上がった写真、あるいはフィギュアを部屋に大量に飾ったり、しまいには舐めたりして。怖いよ、全然健全なクラブじゃないよそれ。よし、帰ったら潰そう。かけらの慈悲なく潰そう。後で情報ちょうだい。これが私の情報収集能力。今後とも立品マクブライドユバリーをお願いします。ところで、あなたのファンクラブもあるのよね、イブ。え？どんな名前なの？言いなさい。私のは、いいじゃないですか。言いなさい。女王様踏んでください、ハーハークラブ。なんて？女王様踏んでください、ハーハークラブ！二回も言わせた結果がこれだよ。反省すべきだよ。みんな蹴られたいのね、あなたに。順番に蹴ってあげたら？なあ、やめて！求めてくる視線とか我慢してるんだから。